今回は統計力学の、まあ、ダイジェスト版といいますか、統計力学のとはどういうものなのかということについて説明したいと思います。まあ、統計力学は面白い学問ではあるのですが、とても難しい学問でもあります。まあ、実際自分も 100% 理解していると言われれば、まあそうではないんですが、まあ、自分の整理のために統計力学のコーナーを設けました。では、統計力学とはどういうものなのかというと、まあ、簡潔に言えば、マクロ、挙手的な経緯をミクロ、微視的な経緯に基づいて理解する学問であります。まあ、マクロとミクロという言葉は、まあ、いろいろなところで使われると思うんですが、例えば、マクロ経済、ミクロ経済だったり、マクロな視点、ミクロな視点とかいろいろな言葉があります。では、その物理ではマクロやミクロってどういうものなのかというと、例えばマクロだったら、なんだろう、赤にしようかな。例えば圧力 P、温度 T、体積 V みたいな熱力学変数ですね。熱力学変数で、まあ、記述されるような経緯をマクロな経緯、挙手的な経緯と言います。逆にミクロはどういうものなのかというと、まあ、量子力学で言えば、例えば量子数ですかね。あとは、まあ、狩猟指数、狩猟指数、磁気量指数とか、地球面調和関数だったらあったと思うんですけど、まあ、微視的な情報を、まあ、可能な限り、詳細に与えて区別する、経の状態をミクロな状態、微視的状態と言います。で、まあ、統計力学には、このマクロな経と呼ばれるものと、ミクロな経、まあ、何でもいいんですけど、この挙手的な経、微視的な経をつなぐことができる式がありまして、例えば小正順集団と呼ばれるものだったら S イコール KB ログダブルみたいなボルツマンの定理原理があったと思うんですけど、この式ってのはエントロピーと呼ばれる熱力学変数、つまり挙手的な量ですね、それを微視的な量、微視的状態である W を用いてこのように接続されることがわかります。あとはまあその正順集団とかいろいろなところで用いられるのはこの分配関数と呼ばれるものですね。状態はとも言うんですけど、この微視的な量のエクスポネンシャルのマイナスベータ、ベータっていうのが、まあ、あんまり式の今回説明はしないんですけど、まあ、逆温度と呼ばれるものにハミルトニアンを与えてこうすればこの分配関数が定義できて、これによっていろいろなものが出せます。でまあ、この式とかだったり、この分配関数を用いてどういうミクロとマクロどのようにつながれるのかというと、まあ、言葉で言えばミクロな状態がまあたくさんあって、そのミクロな状態がたくさんあって、例えば熱によって平均化される、そのミクロな状態がたくさん集まって平均化されたものが一つのマクロな状態になります。このマクロな状態、統計力学でいうマクロな状態、まあ期待値とか言うんですけど、これを統計力学的期待値と言います。期待値ですかね。まあ、期待値と聞くと、まあ、量子力学的期待値と呼ばれる、まあ、例えばなんだろうな、まあ、演算子 A があったとして、なんかブラケットで囲むようなこういう式があったと思うんですけど、これはまあ量子力学期待値で、こっちのこの統計力学期待値とはまあ少し異なってて、まあどういうふうに異なってるのかと言いますと、例えば量子力学期待値っていうのは、例えば一つの波動関数、例えばこの場合だったらブラケットの N が実現しているときに、ある物理量を観測したときの観測値の、期待値を表します。まあ、だから確率的にまあ得られるものなんですけど、まあ、波動関数がまあそういう、なんだろう、その粒子の確率を記述する関数であるので、まあ、これで挟んだら期待値というのはもうそうこの値を得られる見込まれる数なんですけど、ちょっと言葉が下手なんですけど、まあ、逆に統計力学期待値というのはどういうものなのかというと、
まあ、先ほど言ったようにミクロな状態がたくさんあって、それによってマクロな状態が得られるんですけど、で、そのマクロな状態に対してある物理量を観測した時の唯一の観測値っていうのが重要で、これは唯一なんですね。まあ、言葉を変えると、この量子力学的期待値っていうのは、まあ、確率的に得られるものではあるんですけど、この統計力学的期待値っていうのは、これを観測すると絶対この値が得られます。つまり確率的ではないってことですね。それがこの両者の違いであります。まあ、以上がまあ統計力学のまあすごい大雑把な説明ではあったんですけど、一応まあ自分の動画では統計力学についてまあ順番に説明はしないんですけど、教科書とかだったら例えば小正準集団、正準集団、対正準集団と呼ばれる古典統計力学から、まあ、ボース粒子、フェルミ粒子みたいな、量子統計力学かな、に、まあ、つながると思うんですけど、まあ、自分はそういうふうに順番通りに説明しようとは思わなくて、まあ、リクエストがあればもちろんやるんですけど、まあ、僕の場合はまあ、その必要なところというのはまあ、自分の例えばその因子の問題とかで、この問題やった方がいいなとか、この知識やった方がいいなっていう部分を、まあ、ピックアップして説明したいと思います。一応まあ、統計力学の次回は、僕は一応二準位系、ショットキー比熱とか呼ばれる、まあなんか比熱がこんななるやつなんですけど、まあ、これについて一応説明したいとは思います。ただまあ、先ほども言ったようなリクエストがあれば、その小正準集団だったり、まあ、ボス・フェルミについての説明もしたいと思います。すいません。ちょっとカミカミなんですけど。一応まあ、これで統計力学の、まあ、説明といいますか、まあ、最初の動画になります。以上になります。